愛子様に迫る政略婚の危機政子さまは、これまで霞会館関係の行事にお出ましになったことがなかった。それは機会がなかったというだけではなく、霞会館の体質も理由なのでしょう。霞会館は男性中心の組織です。特権意識を抱くメンバーも一部おり、いまだに庶民からおこし入れした美智子さまや雅子さまを軽視するような発言をする方もいるのです。 それにもかかわらず今回、雅子様さまもお出ましになったのは、それほど愛子さまに政略婚の危機が迫っていることに不安を募らせていらっしゃるからに他なりません。前出、旧内庁関係者。自民党が強く推している、旧宮,宮家の男系男子を養子として功績に復帰させる、という案には、ある意図が隠されているという。前出の宮内庁関係者は、 かねて愛子さまをはじめとする女性皇族と旧宮家男子の結婚を実現させようとする声が自民党の保守系の少かなからぬ議員から上がっています。保守系政治家のリーダーだった安倍晋三元首相は一住院養父17年2月の有識者会議メンバーとの会食の席でこう漏らしたという。女性皇族が旧宮家の男性と恋に落ちて結婚し男子が生まれたら万バ々ンバン市なのですが、 この発言について前室の皇室担当記者は次のように語る。80年近く前に皇室から離れた旧宮家が国民に馴染みのない存在だということは男系派の議員たちも認識しています。しかし、今国民から絶大な支持を受けている愛子さまが旧宮家の男系男子と結婚して男子を産んでくだされば男系での好意継承が今後も維持され。 国民の支持も広げられるという構想を描いているのです。しかし、愛子さまは旧宮家の男系男子と結婚されるべきという雰囲気が醸成されれば、愛子さまに大きな重圧がかかってしまいます。またご結婚後も、男子誕生を強く望む声に苦悩されることでしょう。結婚生活について愛子さまの望みが尊重されない状況は、雅子さまにとっても絶対に容認できることではないのです。 雅子さまはかつて親しい知人に、こう語られた。愛子には愛子のもって生まれた運命があります。それは運命を黙って受け入れるべき、ということではなく、自身で運命を切り開いていってほしいという母の願いだったのだ。前室の宮内庁関係者はこう続ける。雅子さまの霞会館創立150周年式典五輪席も、 愛子さまが運命のお相手を見つけるためのチャンスを少しでも増やしたいという母心があってのことと思われます。つまり、婚活の一助につながれば、とお考えなのでしょう。愛子さまはコロナ禍のために、大学3年生までは通学がかないませんでした。また今も平日は朝から夜まで日本赤十字社、以下、日籍で勤務され、週末も皇族としてのお勤めに励まれるなど、 多忙な日々を送られています日赤は職員同士の交流も盛んで志の高い男性も多いのですがお仕事に熱心な愛子様だけに職場での出会いが恋愛に発展するとは限りません実際霞会館には内親王の出会いの場としても活用されてきた歴史がある一住院養婦90年代に黒田耶子さんのお婿さん候補に注目が集まりました 有力候補は複数いたのですが、すべて霞会館のメンバーでした。霞会館で上皇ご夫妻や候補とされた男性の両親も同席してのお見合いが行われたという報道もあったのです。上皇様の姉池田敦子さんが結婚したのは旧講釈家の当主池田隆正さん。また三笠宮孝人様の長女千佳子さんが結婚したのは、千佳家当主で現在は日赤名誉社長を務めている忠輝さんです。 前室、旧内町関係者。前室の山下さんも女性皇族と霞会館についてこう語る。家や伝統の継承を担っているという点でも、霞会館の会員は皇室の方々と近い価値観を持っているのではないでしょうか。また皇室との接点が多いことから、一般国民よりも皇室のことを理解している傾向があるため、皇族と結婚したり、お相手の候補となったりしたことが過去には多くありました。 そういう意味では、愛子内心のお殿下に置かれても霞海館は、出会いの場の一つになると思います。愛子様は日赤ご入社にあたって発表されたコメントで結婚観について次のように綴られた。一緒にいてお互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えております。両親から具体的なアドバイスをいただいたことは特にございませんが、両親のようにお互いを思いやれる関係性は素敵だなと感じます。 まだ具体的ではないに世を、ご両親のようなご結婚への憧れを抱かれている愛子さま。昨年5月、ご即位5年ご成婚30年記念特別展、新しい時代とともに、天皇皇后両陛下の歩みを鑑賞されたとき、天皇陛下に、プロポーズの再現をねだられていたことも記憶に新しい。雅子さまは常に愛子さまの自由な意思を尊重されています。今後はさらに、 霞海館以外にも愛子さまの出会いの場を広げることはお続けになると思われます。全室、旧内庁関係者。僕が一生全力でお守りします。かつての陛下のように、そんな言葉を捧げる男性が愛子さまの前に現れる日を、雅子さまも待ち続けられている。愛子さま、佳子さまら女性皇族の将来を決める議論が国会で行われている。評論家の八田和夫さんは、 結婚後も女性皇族本人は皇族でおられる選択ができれば、結婚相手の年収によって生活が左右される懸念がなくなり、お相手選びの選択肢も増えるという。国会で皇族減少対策の議論スタート。安定的な皇位継承を確保するため、国会決議に基づいて設けられた有識者会議から以下の2つの案を同時に採用することが提案され、国会で各党の議論が始まった。 これは、悠仁さまに男子がいなかった場合も念頭にしたものだ。一、単独残留案、愛子さまや佳子さまなど、女性皇族が本人だけ結婚後も皇室に残れるようにする。二、旧宮,宮家養子案、皇族が旧宮,宮家の子を養子にする単なる政府与党の案でなく、国会が自ら設置を求めた諮問会議による提案であって、軽々に扱うべきものでない。ただ、マスコミがきちんと解説しないので、 素晴らしい構想なのに、議論の経緯や具体的な状況を前提にしない浅はかな議論が横行して困ったものである。前回記事、愛子天皇は選択肢に入っていない、旧三宅男子を養子にという政府の皇族確保策が妙案である理由で、旧三宅養子案について少しく解説したので、今回は、単独残留案について具体的に詳細を解説したい。女性三宅は小室家騒動で立ち消え、 野田義彦内閣、2011年9月2012年1月の時に、女性三宅という案が話題になった。真子様、佳子様、愛子様らを当主にした三宅を創設して、夫や子も皇族にしようというものだった。当時、彼女たちがもし、疑問がある男性と結婚したいと言ったら困ると私たちが指摘したら、推進派の人たちは、皇室の女性たちは常識があるし、 宮内庁にも調査能力があるから心配する必要はないと言った。ところが、眞子さまと小室圭氏の婚約予定が公表された後、小室家のスキャンダルが出た。皇族の良識も宮内庁の調査能力も幻だった。もし、野田内閣が続いて、女性宮家が実現していたら小室圭氏は今頃殿下になっていただろう。そこで風向きが変わり、女性宮家案は力を失い、 女性皇族のみが皇室に残る単独残留案にシフトしたのだから野田元首相が女性皇族の結婚相手を皇族に従るのは反省がない無責任な態度だ和宮は結婚後も皇族であり続けた政府の有識者会議が2021年12月に公表した報告中で内親王女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすることに関する部分を要約すると以下の通りである 内親の女王は結婚後も皇族の身分を保持することは江戸時代に和宮第120代任興天皇の王女が第14代将軍家元の結婚後も皇族のままで家持ちが皇族となることもなかった歴史と整合しているまた女性皇族に結婚後も皇族の身分を保持していただくと女性皇族が現在になっておられる公的活動が継続的に行われ 行事や団体などの継続的発展のためにも望ましい。こういう制度を導入すると、皇位継承資格を女系に拡大することにつながるのではないか、という反対意見があるが、その女性皇族の子は皇位継承資格を持たず、配偶者と子は皇族という特別の身分を有しない、とすれば問題は生じない。皇族として残るかどうかは本人の自由に。ただし、 現在の内親王上殿下法は、結婚後は皇族の身分を離れる制度、皇室天畔第十二条の下で育ってこられたので、結婚後に皇族として残るかどうかは本人に選択させたらいい。対象となるのは、未婚である愛子様、二十二佳子様、二十九、それに三笠宮家の秋子様、四十二陽子様、四十、それに高窓宮家の祥子様、三十八の五人であるが、政策的に愛子様、 加古様に限定するる。ことは考えられるそれでは、愛子さまや佳子さまがこの制度を利用される場合とされない場合に、どうなるのかシミュレーションしてみよう。これまでの制度のもとで結婚される場合は、皇室会議の承認などはいらない。眞子さんは辞退されたが、一時金として1億数千万円が支給され、結婚相手の席に入られる。し、性は法律用語ではない。 戸籍法では氏名が規定されているが、皇族は戸籍法の適用外なので戸籍法上の氏はないわ。これまでの例によれば結婚相手の氏を名乗るが、家庭裁判所の許可を取って、新しい氏にすることは可能だ。例えば、佳子さまが秋篠を名乗られるとか、愛子さまが雅子さまの旧姓である小和田姓を選択することも可能だろう。新たな三宅を創設することも可能。 結婚後も単独で本人のみ皇族でおられる場合は、新しい制度になるので、皇室天畔の改正ないし特別法とそれに基づく法令で規定することになる。愛子さまは順当には敏の宮愛子内親王、佳子さまは秋篠宮佳子内親王のままだ。ただし、新たな三宅を建てることも可能ではある。三笠宮家の次男信人親王が、独身のまま京急家を創設したように、 家族は皇族にしつつ、愛子さまや佳子さまを課長とする三宅を創設することは可能だ。このことは、生形費用をどのように支出するかにも関係してくる。皇室を離れる一時金は支給されない。従来、皇族の私生活を支える費用は、各皇族には毎年皇族費、令和6年度の総額は2億6372万4千円が支払われるが、 天皇皇太子とその家族は内定費と呼ばれる特殊な会計で支払われ、1996年度以降は毎年3億2400万円と定められている。令和になる時、上皇陛下ご夫妻と天皇ご一家のほかに、秋篠宮皇子殿下の費用も内定費から支出する案もあったが、引き続き皇族費の形で、独立して支給することになった。愛子さま、佳子さまには1525万円 万円ただし、日立宮、三笠宮、高窓宮、角宮家の当主には3,050万円なのを、従来の皇太子殿下の費用とほぼ同額ということで、秋篠宮、皇子殿下には3倍の9,150万円が支払われるようにした。加えて、秋篠宮、日立宮妃殿下と三笠宮の一員だが独立した家計をお持ちの信子妃には1,525万円。 成人した過去内親王には915万円、三笠宮昭子女王、陽子女王には、一人640万5000円が支払われている。未成年の久人親王には、これまでは305万円が支払われていたが、今年の9月に成年を迎えられると過去様と同額となり、日割り計算になるので660万9000円となる。もし、愛子様や過去様が結婚後も皇室に残られるなら、 原則は三笠宮信子さまと同じ1525万円となるが、角宮家の長と同じ3千5 0万円になる可能性もあるし、その中間の金額とするのかもしれない。ただし、夫や子供には、直接には支給されない。皇室施設に家族で住むことは問題ない。お住まいについても考えてみたい。現在、上皇ご夫妻、秋篠宮家、 三笠宮家は赤坂御用地にお住まいで、日立宮は渋谷区に御所を持たれ、三笠宮信子様は御体調の問題があって千鳥ヶ淵近くの旧宮内庁長官皇帝にお住まいだ。愛子様や佳子様が結婚後も皇族のままの場合、赤坂御用地のどこかにお住まいになるか、旧高松宮邸など他の皇室施設、公務員住宅などを転用する、民間の住宅を買うか借り上げるといった選択肢がある。 愛子さまの場合は、皇居内の御所に同居ということもあり得ないわけではないが、前例がなく常識的ではない。いずれにせよ、皇室施設内に夫や子が住むことは問題ない。かつては、女性公務員が民間人の夫などと公務員住宅に住むのは難しかったが、現在では問題ないし、議員宿舎にも様々な職業の女性議員の夫が住んでいるから同じことだ。愛子さまや佳子さまの夫が、 公務の海外出張についていけるかだが、首相夫人などの場合と同じだ。ただ、首相夫人でも田中角栄や村山富一の夫人は表に出ず、代わりに娘が代行していたわけで、柔軟に対処可能だ。また、愛子さまや佳子さまの結婚に皇室会議の承認がいるかはグレーゾーンだ。夫が新たに皇族になるわけでないので不要とも、皇族の配偶者だから必要とも考えられる。 結婚相手の高すぎるるハードルを下げられるこの単独残留案の対象に三笠宮家や高円宮家の王女たちを入れるかどうかだが私は入れるべきだと思う彼女たちがなかなか結婚されないのは結婚して三宅をなくしてしまうのは亡き父親の思い出がゆえにつらいというのが理由かもしれないそこで単独残留が可能になれば少なくともその懸念は解消される たとえ皇室の一員としては向いていなくとも、生涯の伴侶としては良いという男性を見つけやすくなると思う。それは愛子さまや佳子さまでも同じで、結婚相手も皇族になる場合よりは、選択肢の幅が広がるだろう。また現在の制度では、眞子さんについて小室氏が米国司法試験に合格するまでは特に心配されたように、平均的な収入の男性との結婚では、 元皇族としての品格が維持できないという懸念もある。しかし、単独残留案では女性皇族に1500万円から3000万円の収入が保障され、住居も与えられるのであるから、逆の意味で選択を広げられる。その意味で、愛子さまもさることながら、過子様の結婚に新しい制度が間に合わせるべきだ。愛子さまが皇室に残留されると両陛下、 特に体調に不安のある雅子さまにとって心強いという効果があり、佳子さまの場合には、悠仁さまが即位された後、ちょうど英国のチャールズ国王に対する暗王女のような役割を期待できるメリットがある。皇室という存在はコストをかける価値がある。皇族が増えるとコストは上昇する。しかし、一人一人の皇族にかかる費用より、 都内の一等地にある皇居などの施設や宮内庁の組織の維持費など、皇族の人数に関わりなくかかる費用の方が格段に大きい。それでも、国民統合のためにも対外的な維新においても皇室という存在にコストをかける値打ちはあるし、皇族数維持のための微々たるコストを節約するのは筋違いだと思う。また、新制度が採用されたとして、その子供や孫に皇位継承権を持たせた方が良いかは、 何よりも久人様の子供がどうなるかにかかっている。男子が何人も生まれたら必要性は少なくなるだろう。もし男子がいなければ、男系男子継承を守って旧宮家からの養子の子孫とするのが順当だが、その時代の国民の判断として、女帝も女系も良いことにした場合には、久人様の女子がいれば最優先、ついでもし佳子様が結婚後も皇室に残られたらその子孫、次に愛子様の子孫、 という順番になる。高等断絶よりはどの案も、ベター。久人様、愛子様、加古様という上皇陛下の三人の孫の子孫がいなくなる可能性も何割かはあるのだから、たとえ女系継承の可能性を認めた場合にも、旧宮家の子孫を、予備軍、として準備する必要があることを、女系派の人たちも無視しないでほしい。現役皇族が誰もいなくなった場合に、 元皇族の復帰は憲法違反だから、天皇制は終わりにしろというのは突飛な憲法解釈だし、皇室の歴史を無視した正当性に欠ける考え方だ。さらに言えば、現役皇族に誰もいなくなった場合、小室家、真子夫妻に子供ができたら皇位継承候補とする可能性も皆無ではない。皇統断絶よりはどのような案もベターである。継承問題が具体的になるのは、 久人様のお子様の状況が確定する20年の地、つまり2045年頃であり、さらに実際の継承は21世紀最終版なのだから、現在の好感度でなく、その時点での妥当性が高い選択ができるように柔軟な制度にしておく方が良いだろう。ウィーン少年合唱団公演の6日前の6月1日、天皇陛下と雅子様は、千代田区の東京会館で開催された、 霞会館の創立150周年式典と祝賀会に出席されている。元区内庁職員で皇室解説者の山下真嗣さんはこう語る。霞会館の前身は、家族の親睦などを目的に1874年に創設された家族会館です。旧家族家の当主を中心に構成されており、現在でも皇室の藩と言ってもいいと思います。皇室との関わりは深く、 霞会館の会員は、新年の歌会始めで信仰や発声を行う、飛行を務めたり、即位の礼や大上祭の際に着用する伝統的な装束の着付けを手伝ったりしています。だが今回の陛下と雅子さまのお出ましについて、意外に感じた宮内庁関係者も多いという。そのうちの一人はこういう。正直、今回の式典に、天皇陛下と雅子さまが揃ってお出ましになったことに驚きました。 霞会館のメンバーは、旧宮家や旧家族の党首と青年に達した長男です。今まさに与野党が安定的な皇位継承策について協議しており、旧宮家の男系男子を養子として功績に復帰させる、という案も訴状に載っています。このタイミングで両陛下が霞会館の行事に出席されることにより、養子案を両陛下がお認めになっている、というような憶測も囁ささかれかねないのです。